皆さんこんにちは。こちらはティアック V8030S です。発売は1994年、当時の値段は9万円でした。過去の技術を結集して作られたティアック最後の最上位モデルです。今回はこのデッキの性能を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。ダブルキャプスタンの3ヘッドモデルです。ヘッドは特性と耐摩耗性に優れたコバルトアモルファスが採用されています。回転の制御はクォーツ PLL 方式です。回転速度は極めて正確です。ノイズリダクションはドルビー方式最後の S タイプが搭載されています。テープ走行を安定化するためのカセットスタビライザーが搭載されていました。前回はデッキを修理する様子をご覧いただきました。今回はカセットテープを使ってこのデッキの性能を明らかにしていきます。今回の測定に使ったカセットテープはご覧の通りです。 TDK の AD はノーマルの代表です。ソニーの HF プロはセラミックを使ったノーマルテープの最高峰です。セラミックは変調ノイズを抑え込む対策でした。MAR はアルミダイキャストを使ったメタルテープの最高峰です。こちらは実測上の変調ノイズが最も小さかったマクセル XL2 です。これと比較していきます。それでは測定結果を見ていきます。まずは各種テープの周波数特性です。こちらは録音レベルをドルビーマークの位置にした結果です。ノーマルの AD はだいたい 12kHz が広域の限界です。ハイポジの XL2 はノーマルと同じくらいです。メタルテープは 16kHz まで伸びています。こちらはメタルの録音レベルを 4dB 高くした結果です。広域が落ちて他のテープと同じ性能になっています。メタルだからといって録音レベルを上げすぎるとノーマルより高音が出なくなるので注意が必要です。こちらはドルビーをかけた時の周波数特性の変化です。ドルビー B はなしの場合と変わりありません。 C は広域が伸びています。 S は特性に大きなうねりがあります。効果の高いノイズリダクションは副作用も大きいと言います。この後の視聴で実際にお聞きいただきます。変調ノイズを見ていきます。変調ノイズはカセットテープ再生の課題です。このノイズは走行が安定しているほど小さくなります。テープによって多少違いますが、ほとんど一緒です。アルミダイキャストの MAR もセラミックを使った HF プロもノーマルの AD と大差ありません。これはダブルキャプスタンやカセットスタビライザーが関係していると考えられます。前回のチャンピオンマクセル XL2 は今回もチャンピオンです。このテープは最も変調ノイズが少ないテープです。ヒスノイズを見ていきます。2つに分かれています。ノーマルの2本は一緒くらいで、メタルとハイポジはノーマルに比べて 3dB くらい低ノイズです。ドルビーの効果を見ていきます。ドルビー B の性能が優秀です。
同じドルビー B でもデッキによって性能が違うようです。ドルビー C は凄まじい性能です。ドルビー C の効果は原理的に B の2倍ですが、それ以上に見えます。ドルビー S はさらに上ですが、ドルビー C からの伸びしろは3から4デシベル程度です。こちらは信号を入れた状態でドルビー S をかけた結果です。ドルビーは音がない時のヒスノイズに有効で、変調ノイズには効きません。カセットテープの音質は結局変調ノイズがボトルネックでした。こちらは音の揺らぎを分析した結果です。音の揺らぎには振幅方向と時間軸方向の2つがあります。時間軸方向の揺らぎのことをワウフラッターと言います。このデッキのワウフラッターは一般的なレベルです。これはフライホイールの感性で決まるもので、クォーツロックだからといって小さくなるわけではありません。振幅方向の揺らぎは 4% あります。4% はテープやデッキが正常な時の普通のレベルのようです。出力インピーダンスを見ていきます。この数字が低いほど低音がよく伸びてノイズが乗りにくくなります。1キロオームあります。かなり大きめの数字です。カセットテープはもともと低音が伸びていないので問題ありません。配線を長くしすぎないよう注意すればいいでしょう。このデッキの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は音楽ソースそのものです。YouTube の配信では CD 並みの音質になります。2番はメタルテープの音です。ヒスノイズを減らすために4デシベル録音レベルを高くしています。テープはメタルの最高峰 TDK-MAR を使いました。ドルビーはかけていません。3番はノーマルテープにドルビー S をかけた音です。MAR の音質は最高峰だったのか。ドルビー S で CD 並みの音質を達成したのか。今回の視聴は答えを伏せてお聞きいただきます。それではどうぞ。
いかがでしたでしょう。 A、B、C のどれが MAR で、どれがドルビー S の音だったか、分かった方はお聞かせください。以上の結果をまとめると次の通りです。このデッキのドルビー S の音は CD とほぼ同等です。聞き比べれば違いますが、気になるほどの違いはないと思います。カセットテープの課題はヒスノイズと変調ノイズでした。テープの種類に関係なく変調ノイズが少ない結果でした。これはダブルキャプスさんやカセットスタビライザーの効果と考えられます。このデッキはティアック最後の最上位モデルでした。高級感のある外観と重厚な操作感に魅力があります。ドルビー S を搭載したこのデッキはカセットデッキの傑作の一つと言えるでしょう。ご視聴ありがとうございました。